羅臼町を守り育て豊かにします。羅臼町は北海道東部の根室振興局にある町です。知床半島の東南側に位置しています。世界自然遺産知床に代表される、世界有数の自然に囲まれた美しい町です。漁業も盛んで、羅臼昆布、秋鮭、マホッケ、キンキ、タラ、エゾバフウニなどなど数え切れません。これらの旬の海産物は町内の飲食店で楽しめるほか、道の駅などでも購入することができ、黒浜丼などラオスに来なければ食べられないレアなメニューもあります。またラオス観光の魅力は何といっても野生動物との遭遇。観光船に乗り、夏はクジラ、シャチ、イルカウォッチング、冬は流氷と野鳥観測を楽しむことができます。さらには世界遺産知床を横断する知床岬、知床連山から落ちる瀬崎の滝、天狗岩など世界遺産を味わえる自然のスポットも多数あります。自然と触れ合える町、羅臼町へぜひお越しください。